下関市役所は、山口県下関市の執行機関としての事務を行う施設である。下関市の中心市街地エリアの一つである、唐戸地区の一角に位置する。国道9号と、県道下関港線の交わる唐戸交差点の北側すぐの位置にあり、周辺に、唐戸市場や下関市立下関水族館などの観光スポットがあることもあり、 周辺は平日、週末を問わず常に混雑している。庁舎が老朽化したことと、広域合併時の庁舎位置の問題から本庁舎の移転が検討されたが後に撤回され、2012年に新館を着工し、2015年に竣工オープンした。2021年、本庁舎の老朽化及び耐震性の問題から建設が進んでいた。 新庁舎の建設が完了し、上田中町の旧下関図書館の建物を活用していた下関市役所上田中町庁舎は廃止、解体された。また2015年にオープンした新庁舎を本庁舎西棟、2021年にオープンにした新庁舎を本庁舎東,東と解消した。両庁舎は連絡通路でつながっている。 本庁舎より北側の下関市田中町5番6号の下関市役所大一別館内にある。この建物は低新省永前課の設計により旧下関電信局電話科局舎として1923年に建築されたものであり、1969年に当時の日本電信電話校舎から 下関市に所有が移転され、下関市福祉センターなどとして使われてきたものであった。しかし、老朽化のために1990年8月に、下関市が建物を解体する方針を示したところ、地域で保存に向けた活動が起こり、部分的な解体など、右予曲折を経て2000年に、市議会で保存の方針が決定、2002年には、 下関市の有形文化財に指定されている。現在は観光産業部の各課が入居している。本庁舎東側の下関市唐戸町4番1号にある。この建物は唐戸地区市街地再開発組合が施行し建設した地上13階建ての市街地再開発ビルであり、上層部の6階から13階が住宅。 都市整備公団の分譲マンション、2階及び3階が、各テナントである総合スーパーの三里部から徒店1階が、地権者の商店群となっており、残る4階及び5階が、市役所の別途扱いとなっている。以下の、各部局が入居している。上水道、下水道事業を担当する、地方公営企業。 市聴者群から離れた下関市春日町7番32に位置する。合併前の旧4位町は、北部事務所の管轄となり、各総合支所内に分室を置く。以下の場所に、本町管轄の窓口業務を担うサテライトオフィスを設けている。東京都千代田区平川町の日本都市センター内に、東京事務所を置いている。1951年解説で、 山口県内の市長では唯一。合併前の旧四町の町役場に総合支所が置かれており、市民サービス等を担っている。一部では総合支所管轄の支所を有している。旧菊川町役場。県道下関長戸線の旧道沿いに位置する。旧豊田町役場。国道435号沿いの市街地中心部に位置する。 旧豊浦町役場。他の公共施設の集中している。小串地区ではなく、川棚温泉入り口に位置する。旧豊北町役場。中心市街地だった滝部地区に庁舎を置く。下関市役所支所設置条例により、以下の支所が設置されている。下関市 A により、以下の施設が運営されている。2005年の広域合併の際に、 下関市役所本庁舎の位置が問題となった。下関市豊浦郡温町合併協議会では、合併前の旧下関市役所を合併時の本庁舎とした上で、新たな市庁舎について、新下関区域周辺が最適であるとの意見が多数を占めたことから、十分に配慮することとの付帯決議4月21日付がなされた。 2006年3月から新庁舎建設候補地、検討委員会で議論された結果、候補地の順位は1、新下関区域、2、原子庁舎区域で、畑製駅周辺区域も、最後まで検討したことを、下関市長に答申した。3地域では誘致活動が行われており、先行き不透明な情勢が続いていた。2008年になって市は新下関区域への市、 役所移転計画を決定し、当時の市長であった江島清が公表、条例案の提出準備を進めていた。しかし、2009年3月の市長選で市役所移転凍結を公約に掲げた中尾智明が当選。当選直後の市議会の初信表明演説で新庁舎計画の凍結と現庁舎の耐震補強の方針を表明した。 市議会関係者を中心に合併特例祭の活用放棄や合併時の不対決議事項の保護につながりかねない市長の意向に懸念を示す動きもあったが最終的に中尾の示した方針に基づき点は凍結されその後2009年11月の市議会で本庁舎を耐震補強するとともに本庁舎南側の教育委員会旨を呼び保険所庁舎を取り壊して跡地に 市民サービスセンター棟を建築する方針を表明。これに基づいて、教育委員会を上田中町の旧下関図書館に移転した上で、9階建ての市民サービスセンター棟を建設した。従来の本庁舎については、中尾は耐震補強を行った上で、継続使用する方針を示していたが、2017年に行われた。 市長選挙で、旧庁舎の解体、撤去と小規模庁舎の再築を公約とした、前田慎太郎が中尾を破って初当選。前田は、本庁舎本館を解体し、子育て支援機能を充実させた、鉄筋コンクリート作り5階建ての新庁舎を建設する、新たな方針を示した。本庁舎本館の解体は2018年から始まっている。候補資料、 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。